3年生国語、学びて時にこれを習う。論語から3時間目。皆さんこんにちは。それでは今日も前回に引き続いて2つの小句をの意味を確認していきたいと思います。この授業が終わった時に、全部で4つの小句について自分の考えを持ったり共感したり気に入った小句を選ぶことができるように意味を確認していきましょう。それではまずこの小句の読みを私がやりますので聞いていてください。子曰く、学びて思わざれば、すなわち暮らし。思いて学ばざれば、すなわち危うしと。次に私の後に続いて読んでみてください。いきます。子曰く、学びて思わざれば、すなわち暮らし。思いて学ばざれば、すなわち危うしと。それでは一度自分で読んでみてください。はい、では上手に読むことができたでしょうか。ではこの小句の意味を確認していきたいと思います。子曰く、先生はおっしゃった。学びて思わざれば、ここでの学ぶというのは本や先生から教わるという意味です。思うというのは自分で考えたり研究をすることになります。なので本や先生から教わってばかりで自分で考えることをしなければ、すなわち暮らし、ここの暮らしっていうのは確かな理解をすることができないよということです。本や先生から教わってばかりで自分で考えることをしなければ確かな理解をすることはできないよという意味になります。次に、思いて学ばざれば、すなわち危うしと。ここの危うしとは偏った考え方、視野が狭くなって自分の考えに凝り固まってしまうよということになります。なので意味としては自分で考えたり研究ばかりしていて他から学ばなければ偏った考え方になってしまうよということですね。では皆さんも授業なので先生や周りの人から教わってばかり聞いていて聞いているばかりではなくて自分で考えて初めて、あ、なるほどなと思った経験はありませんか？逆に自分で考えてばかりでこれ本当に合ってるのかなと不安になったりしたことはありませんか？そんなことを言っている証拠になります。では
次の章句を見ていきましょう。まずは私が読んでみたいと思います。師曰く、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかずと。では私の後に続いて読んでみてください。師曰く、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむものにしかずと。では一度自分で読んでみてください。はい、それでは意味の方を確認していきたいと思います。師曰く、先生はおっしゃった、これを知る者は、知る者はっていうのは詳しく知っている人のことを言います。何かについて詳しく知っている人はこれを好む者に、これを好きだと言っている人にしかず、及ばないという意味ですので、何かについて詳しく知っている人は、何かについて好きだと言っている人には及ばないよという意味になります。何かについて好きだと言っている人は、何かについて楽しむもの、楽しんでいる人には及ばないよ、こういった意味の章句になります。では今何かについて詳しく知っている人、好きだと言っている人、楽しんでいる人の3つが出てきましたが、孔子はどれが良いと言っているのでしょうか。そうですね、何かについて詳しく知っている人よりも好きだと言っている人の方が良い。そして好きだと言っている人よりも楽しんでいる人の方が良い。こういった意味になります。例えば野球を詳しく知っている人がいました。その人よりも野球のことを好きだと言っている人の方がより魅力を知っている。さらにその野球を好きだと言っている人よりも野球を楽しんでいる人の方が魅力を知っているといったところでしょうか。では
これで4つすべての小句の意味を確認することができました。なるほどなと共感できたり、自分なりに気に入った小句はありましたか？ぜひ昔の人の考え方、先人の教えを自分の生活の中に取り入れることができたら良いなというふうに思います。最後に、この今回の漢文の読解について e ライブラリーアドバンスの方で解説教材やドリル教材がありますので、そちらの方もぜひ活用すると力がつくと思います。それではこれで学びて時にこれを習う論語から3時間目終わります。